岩脇古墳は、広島県三好市阿波屋町にある古墳。形状は円墳。岩脇古墳群を構成する古墳の一つ。広島県指定史跡に指定されている。墳町から、岩脇古墳群、三次盆地を望む広島県北部、三次、市街地から、西方の高谷山登録の丘陵場に築造された、大型円墳で、 岩下には三次盆地と五の川、茂来川の合流地点を一望する。丘陵上では、本古墳含む七基の古墳が分布して、岩脇古墳群として認知されるほか、南側斜面には、四隅都質型墳急墓を含む弥生時代の墳墓群が分布する。本古墳ではこれまでに1955年に、発掘調査が2012から2013年度に、測量調査が実施されている。 墳形は円形で直径約31メートル、高さ約3.5メートルを測る。墳霧表面で断築、吹き石、埴輪は認められていない。主体部の埋葬施設として、中心的埋葬の縦穴式石室1基、その周囲の箱式石管4基、石蓋床1基の計6基が認められる。縦穴式石室は内方の長さ約2.4メートル。 幅0.7メートルを測る。服装品は出土していない。異物が認められないためつまびらかでないが、築造時期は古墳時代前期の4世紀代と推定される。古墳域は1957年に広島県指定史跡に指定された。現在は史跡整備の上で岩秋古墳公園として公開されている。ありがとうございます。